飽和にはまだ程遠いんですけども、かなり濃度としてはかなり濃くなっているはずです。はい、ビーカーにただの水ですね、マグネティックスターラーの上に乗っけてあります。ここに回転子の、まあ、磁石を入れますね。それでこれ卵なんですけども、卵を入れます。卵を入れると卵の密度の方が大きいので、この状態だと下に沈むわけですね。でこれ何をしたいかっていうと、ここの水にこの食塩ね、この塩を入れてって、この水液の食塩濃度を高めていくと、だんだん密度が高くなっていって、卵がこう上に上がっていくと、浮かんでいくっていう、ただそれだけの映像を撮りたいと思いまして、準備しました。じゃ早速ですけど、これ塩を入れていきたいと思います。まあ、完全に飽和させるにはこれ450ぐらいあったので、水がですね450ぐらいあったので、完全に飽和させるには多分140とか150ぐらい入るんでしょうけど、まあ全部溶かす必要はないので、ちょっと塩を加えて密度を高くしていって様子見たいと思います。このままだと塩がすぐ溶けないので、スターラーを回転子を回転させたいんですけど、ちょっと卵ぶつかりますかね、ぶつかる感じなんですけども、だんだんこう浮いてくると思うので、卵が割れることはないとは思うんですけども、やってみたいと思います。少しずつ塩を追加していきます。まあ、追加しても下に溜まってるってことは溶けてないってことなのでね、そんなに急にいっぱい入れても仕方ないんでしょうけど、卵の密度がだいたい 1.2 ぐらい、 1.2g 毎立方センチメートル、あまり急にたくさん入れると濁って見えにくくなっちゃうんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、少し卵が上の方にちょっとずつ上がってきた感じがするんですけど、でこれ卵が上がってくると、この回転子がぶつかる音がしなくなって静かになるので、そういう効果も期待できるかなと。塩もこの粉末を溶かし始めの時は少し濁っちゃうんですよね。もう落ち着くと透明になるんですけども、一気にたくさん入れると濁っちゃうんですけど、まあ、そこの方に溜まってるのが溶け、ほぼ溶け切ったので追加しています。これかなり密度高くなってきていると思うんですけど、一応食塩の方は質量が測ってあるんですけど、飽和にはまだまだ程遠いですね。一旦止めたのを一回、まだぶつかりますね。あんまり一度に溶ける感じはしないんですけどね。ああ、ちょっとでかいのが入っちゃった。浮いてきた。
回転子がぶつかる音が聞こえなくなってきて、卵がちょっと浮いてきたっていうことになるんですけど、ちょっと濁っちゃって見えにくいですけど、もうちょっとしたら透明になるっていうか透き通ってくると思うんですけど、浮いてきましたね。もうちょっと超えてみます。いきなり浮いちゃいましたね。だからだんだん溶けるっていうよりはいっぺんに加えていっぺんに浮いてきたって感じですけど、はい、では、食塩の濃度が食塩水の濃度が高くなっていくと卵は浮くということでありました。これ浮いたり上に上がってきてこうまた下がってきたりするのはこの回転子のこの渦の関係でね、下に引き戻されちゃうっていうことだけなんですけども、ということが起こってるんですけども、回転を止めるともうほとんどこう水面の方にも顔を出している状態ですね。